あれはさ、こんばんは、おしゃれでございます。やり直し。はい、皆さん、こんばんは、おしゃれでございます。アークディセンレットやっていきましょう。ちょっとごめんなさい、なんか変な形になってるんですけど、はい、ちょっと今ね、ゴーストモードで、前回さ、グリフィンが死んだ場所のちょっと地下を見てるんですよ。なんか、コメント欄で、岩の中にいたんじゃねえかみたいなコメントがあったんで、確かになんか岩の中からなんか飛んできたようにも見えたから、その可能性あるなと思ってちょっと見てみたんですけど、まあなんか見た感じ岩の中にはいなかったかな、岩というか、この地形の下あたりには。見てもらえばわかるんだけど、意外とね、待って、なんか、あれ、急に暗くなったんだけど、なんだ。まあ意外となんか中はスカスカで、まあ特に生物が湧いてるような感覚もないので、まあおそらく岩の中から飛んできてないんだろうなっていう。まあもし岩の中から本当に飛んできてたんだとしたら相当なクソだったけどね。おっとと。よし。じゃあこれでウォークに戻して、いつも通りですね。じゃあ今日も、やっていきましょうということで、今日やることなんだけど、まずね、ティラノサウルスのサドルが作れるようになったんですよ。74レベルまであって。なんでまずティラノサウルスのサドルを作って、以前手からテームしていたオーディナリーレックスに乗ろうと。で、プラスちょっと見てこれ、ほら。エクセレントボスアーマーとアンリアルディノアーマーだって。まあ、おそらく、エクセレント種の中でも上位のエクセレントボス種と、あと、アンリアル種にそれぞれ使えるアーマーっぽいんだけど、防御力をも付与しつつ、なんかバフ？なんかバフ を防いでくれる？多分で、なんか、受けるデバフとかを防いでくれるんでしょう。なんかね、アンリアル種とか、あとディバイン種とか、なんかデバフ相手に与えてたりしてたから、多分そういうのを防いでくれるんでしょうということで。ただまあ、しばらく作れないけどね。まあ、エレメント100個とかあるし、エレメント出してくれる敵とかいるのかな？で、あとなんかほれ、見てこれ。エボー・コー・フォー・インフェクテッドとかなんか、ほら。インフェクテッド・ディモルフォドン、インフェクテッド・プテラ、プテラだよね。インフェクテッド・アルゲント。はい。まあなんか素材がとんでもねえことになってますけれども、なんでもね、これ、インフェクテッドっていうことは寄生？インフェクトって寄生とかそんな感じの意味だったよね。わかんないけど。なんか特殊な、まあ、ディモルフォドンなり、プテラウンドンなり、アルゲンタビスを読み出せるみたいだね、なんか。まあ読み出すとか進化させるのかな、まあこれも、だいぶ前、だいぶ作れないけどね。あと、ちなみに見ての通り、恐竜たちを市役所まで移しました。はい、市役所って言い方。で、まあ、でかい恐竜たちはちょっと、こっちの下の方にまだいるんだけれどもね、入りきらなくて。まあ、やっぱりね、前回の事件のこと考えると、この辺りに置いておくのは危ねえなということで、実際問題、あそこにほら、スピノサウルスとか引っかかったりしてるから、まあ、なんかの拍子にまた事故りそうだっていうことで、こっちにもうまた移動しました。はい。ただ、あの上の市役所だと水が届かないんで、もう基本的な作業スペースはもうこのままにしておこうかなと、上に移動させちゃおうかなとか思ったんだけど、まあ水が届かない関係上やっぱこっちで全部完結しちゃった方がいいかなと。はい。まあ水使わないこれの作業場とかは上に上げちゃってもいいかもしれないんだけどね。まあそこら辺はおいおい考えていきますわ。じゃあとりあえずティラノのサドルをとっとと作っちゃおう。いよいよだね。いや長かったわ。やっとレックスに乗れるわ。もうさ、別のレックステイムする段階に来ちゃってるっぽいけどね。よし、じゃあサドルをくっつけまして、じゃあレベルも上げちゃうか。体力はまあ、命令300くらいにしとこっか。命令低いな、こう考えると。まあ、で、体力はしっかり振って。はい、というわけでこれが、オーディナリーレックスだね。いやー、本当に長かった。なんかバフついてんな。なんだ？ほれ、インプリントバフの横になんか変なレックスバフがついてるけど、なんだろうこれ。ああ、タイラントか。タイラント効果何にも書いてねえけど。タイラント。わかんねえな。移動速度やっぱ速いね、これ。ほら、めっちゃ速い。まあ、野生の時からね、なんか速いことは分かってたけれども、実際乗ってみるとめっちゃ速いわ。で、旋回性能いいね。ほら、すげえきっちり曲がってくれるよ。じゃあ、ちょっと火力見ますか。デバフとかあんのかな。おお、1794!出るね。うわ、気持ち悪い気持ち悪い。いっぱい出てくる。いっぱい出すぎ出すぎ出すぎ。え？ブロークンボーン。なんか謎のデバフ与えてた今。ほら。あ、
待って、持続ダメージ与えてんじゃん、ブロークンボーンっていうやつで。ほらデバフで、あれこれなんか別の恐竜でもあったよね、なんだったっけ、忘れちゃったけど、なんか鈍足付与してで、ちょっと持続ダメージ与えるみたいなデバフだったよね。あとなんかある？まあ右クリックで方向でしょ。はいはいはい。あ？え？ちょっと待って。え？方向にスタンあるじゃない。ほら。方向にスタンある。あ、お前だったのか、スタン攻撃。いや、なんかね、動画に映像に残ってたっけ、なんかレックスがわちゃわちゃやってた時に他の生物がスタンしてるみたいなのを見たことがある気がするんだよ。これそれだったのか。あ、ほら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 、スタン持ってるじゃん。これ動かないの？あ、動かねえわ。で、それで持続ダメージで死んでいく。強っ、強っ。そんな能力あったの？結構万能だぞ。で、コントロール ZXCQR。まあ、基本的な操作自体はティラノサウルスと同じだね。普通に噛みつきと方向があるだけ。ただ、方向、ただ噛みつきが、まあ、持続ダメージのデバフを持ってるっていうのと、スタン持ちっていう、感じだね。まあ、さすがに耐性持たれちゃってるか。まあ、でもお前くらいだったら全然。ああ、ちなみにデバフは殴るたびに、ああ、かけられる。トリケラトプスどう？まあ敵対デバフとかかかってるからだいぶきつそうだね。だいぶきついけど大丈夫かこれ。あ、待った、これスタンさせりゃいいのか。ああ、そうか、そうか、これでスタンさせちゃってで後ろからぶん殴ればいい。おお、なるほどね。おお、もうちょいやっぱ命令欲しいな、こうなってくると。とりあえず体力はガッツリいって、あっぶれ。待って、なんか何かと削られてるからちょっと一回下がろう。いや、ちょっと待って、ケツを取るのはなしだって。ワンパン結構えぐいもん食らってたな。今何本食らってた？なんか300とか400当たってなかった今。エクセレントトリケラトプス、さすがにエクセレントしか、ちょっとおごりがあったな。うん、体力は多めにしておこう。オーディナリーのレックスでここまでやってくれるんだったら、エクセレントレックスとかどうなるんだろうな。多分次あたりはエクセレントレックスをテームするのが目標になりそうだけど。あ、そうだ、これ作ってみよう、ヘルスポーション。そうだ、ちょうどいいじゃない、5% の体力を、回復してくれると。はいはいはい。ディセンデッドエンセス10個とこんがり肉5個、生肉10個ぐらい作ってくれるから、もうあっさり作れるわ。あー、作るの早いわ相変わらずできるのが早いな。よし、使ってみるか。 5% ってことだからそんなでもないと思うが、まあ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 、こんなもんか。で、10秒間のクールタイムがあるって書いてあるけど、今10秒以上あったよな。あ、違うか、これあれか、10秒間かけて10秒間 5% リジェネし続けるみたいな、そんな感じか。あ、そうだね、リゲイン 5% HP in 10セカンドって書いてあるから、そっか、そういうことか。あー、俺が使っちゃう感じかな。あー、そうだね、俺が使っちゃう感じだね。あー、今ちょっと熱波来てて気温50度になってて、あの死にかけてるからちょうどよかったわそっか、一応自分でも使えるのよね、これ。これいいな、大量に作って持っとこう。これはちょっと大量に持っておこう。よし、ティラノサウルス、とりあえず体力全部回復したんで、じゃあ先延しになっていたあれやりましょうか。エクセレントドードーさん、エクセレントドードー、どこだっけ。あ、これだ、これこれやっていきましょう。とりあえず、だいぶ前にね、こいつを倒せばおそらくエクセレントエッセンスが手に入って、でそれでこのキブル作れるようになるんじゃないかっていう見立てを立てたから、今回ちょっと試してみるってことで。おー、これかボスで、ティア2って書いてあるで、レアマシルムとレアフラワー50個ずつと恐竜の卵1個ね。じゃあ早速チャレンジザエクセレントエッセンス、じゃあ行きましょうか。どうしようかな、どこでやるか。
とりあえず使ってみましょうか。 Use this try to fight。 おー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 、なるほど、そういう風になるのね。他のなんかプロメテウスのなんかとかアヌナキみたいな感じでボス出てくるの。あーおーおー、なんかやばく、なんか思ってたよりやばそうだぞ。いけるかこれ。残り時間10、あー昼間ねえわ。残り時間20分だって。なんか思ってたより思ってたよりまがまがしいぞこいつ。ほらなんだ この見た目は。これホログラフィックみたいな感じになってんのか。なんか監視者っぽさを感じるわ。じゃあいいや、とりあえずやっていきましょうか。よいしょ。あ、うーわ、500ダメ。エクセレントパワーとか書いてあるけど、ちょっと待って、何、え、めっちゃ、ちょっと待って、そんな技使ってくんのかよ、ふざけんなって。お前、メテオはなしだって。743ダメ、ちょっと待って、一撃が重すぎる。ただ、一応、デバフは効くんだな、ブロークンボーンっていう。あ、ちょっと待って、離れよう、一回離れよう。これ、作っといてよかったわ。ほら、これ、作っといてよかったね。これ、入れとこう。で、ちょっと待って。待った、おーおー、亀さんがやってくれてるじゃないですか。待って、ちょっと想像してた50倍ぐらい強いんだけど今。ただあの動き的に逃げ切ることはできるから、うん、オッケー、結構諦めも早いしね。だからヒットアンダーウェイみたいなのはなんとかいけなくはなさそうだ。で、デバフで削るみたいな、削れるみたいな話だけど。エクセレントパワーを発揮してるときは、ちょっと近寄らない方がいいかもしれないな。この状態のときは逃げ回って、ちょっと回復に徹しよう。うん、オッケー。でもね、なんだかんだこれ、もう半分くらい削れてるから、まあ、こっちはもう4分の3削られてんだけど。うん。待って、なんで なんかあの急に逃げ始めたけど、オッケー。ダメだよねやっぱり。これうまいこと頑張ればさ、水はめとかできなかったかな。水に沈めた状態で一方的に安全のとこから殴るみたいなこと一応できなくはなさそうなんだよなこれ。いやー回復間に合わないな。ただ一発殴れれば、そう一発殴れさえすれば一応削ることはできるから、本当にしっかり丁寧にやっていこう。回復をしながら。エクセレントパワー発動中はまあ30秒間はまあちょっと近寄らないようにしといた方がいい。絶対そうの方がいいわ。あの時ね、最初のうちにこれ逃げときゃよかったね。このエクセレントパワーの時に700とか火力になってる時に逃げておくべきだったわ。そうすればね、今のうちまだ体力温存できてたのに。やっちまったね本当に。うおー来たぜメテオ、これは絶対避ける。やーべえ、もう回復アイテムが優秀すぎてだいぶ粘れてるぞ。こんなちんけな回復アイテムですら今大きな戦力になってる。これさ、あの最終的に自分がとどめを刺さなきゃダメっていうパターンかな。なんかそんなパターン臭くない？くそ、今メテオの放つ瞬間一瞬動き止まったから、あの瞬間ってちょっと殴るチャンスっぽいんだよな。なんとかオッケー。しかしな、こんな範囲攻撃持ってんだったらよかった。あの拠点からちょっと離れた場所で戦ってて巻き添え食ってたら大変なことになってたぞ。俺の家族が。待った、ディロフォスサウルス火星に来た。あ、ディロフォスサウルス火星に来たわ。え、めっちゃ削ってくれてない？ディロフォスサウルス。オッケー。ちょっと待って、一回これ俺回復挟むじゃん。うわー来た、よっしゃー。うわ、すっげえ久しぶりに聞いたこの BGM。 ちゃんとボス討伐した時の BGM じゃねえかよ。
すっげえ久しぶりに聞いたわ。え？エクス、え？おお、エクセレントドード。野生じゃん。テイム用食品をスロットに移してください。何を言うとんじゃん、お前。でもエクセレントエッセンスゲットしてるし、あとエレメント ゲットしてんじゃん。あ、エレメントこれでゲットできたんだ。じゃあちょっと メジョベギー渡しときましょうか。オッケー、これで、あ、大丈夫だね。じゃあこれでもう表示がされるから、よし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 、オッケー。じゃあテイムしますか。その前にレックスを返そう。よう頑張ってくれた。いや、よかった。あのさ、マジで、あの、遺産で別の生物とかで挑んだりしなくてよかったわ。ほんとほんまにレックスがちゃんと育ちきるまで待ってくれてよかった。マジで偶然だったとはいえ、本当にレックスがちゃんと育ちきった後に挑んでよかったっていうのと、あと回復アイテムマジで作っといてよかった、ほんと。あとこれ何？あ、ディセンデッドのめっちゃいいやつがある。あ、なるほど、そんなのも作れるんだ。オッケー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 。まあそれは後で、後にするわ。うん、それは後にさして。うん、今はね、今はどうでもいいです。よし、オッケー、あっさりテイム成功。さてと体力が、お、マジか、レアフラワー作ってくれんの？ありがてえ、マジか。え、きたそっかそっか、そういうことか。お前がエクセレントエッセンスを作ってくれるってことなんだな。そっか、そういうことか。ありがてえ、涙出るわ。じゃあもうこれでエクセレントエッセンスが無限生成できるようになったっていうことか。オッケー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 、だいぶつながったわ。見てこれ、目ちゃんとあるじゃん。うわ、怖っ。この見た目で、目ははっきりしてるんだ。ほら、この、幻影のような体、ホログラフィックのような体に、ちゃんと、光り輝くマナコだけはあるっていう。かなり怖いんだけど、見た目が。そんなことまでしますか。とりあえず、あの、他のところの性能を見てみたいんですわ。移動性能は。まあ、移動性能は、まあ、ご覧いただいて、見ての通り、ご覧のざまだよって感じなんだけど、めっちゃ速いわ。めっちゃ速いくせに、めっちゃ旋回性能いいっていうね。あ、まあでもちょっとあれか、少し円は書くかな。まあでもそんなに体操書くわけではないと。で、当然ながらジャンプもできるという。まあ基本的にはあれかな、ディセンデッドドードーさんと多分操作方法は一緒かな。で、攻撃とか、左クリックが普通の噛みつきで、右クリック、まあ、何もない。コントロールなし、シフトなし、 ZXCQR、 うん、まあ何もないか。あのボスが使ってたみたいなパワーアップとかさ、あのメテオ攻撃とか、さすがにそういうところはないか、さすがに。ちなみにステータスに関してはね、はい、これ体力見て、これ147,994 どういうことだよ、どういうことだよお前。だってお前ガリミムスとかさ、ガリミムスも一応お前エクセレント士じゃん。で、どう考えてもドードーよりはティア高いじゃん。体力2500しかねえんだぞお前。どんな体力してんだよ。ドードーさんちょっと優遇されすぎちゃう。ちょっと火力とか見ていきましょうか。327出る、出るね。ああ、いいね、300出る。ただで、まあやっぱりデバフとかは何にもないっていう感じか。あ、お肉は取ってくれるね、普通に。で、ベリーは取ってくれないんだわな。あ、やっぱりディセンデッドドードーさんですわ。まあこの子は外に出してうんぬんかんぬんって子じゃないでしょ、絶対。どう考えたってこれでしょ、本命は。エクセレントエッセンスとかを作ってくれるってことが本命でしょ。あとレアフラワーを、レアフラワー作ってくるのマジで熱すぎるな。そしてこれもうエクセレントエッセンスね、一応討伐した時に何個か手に入ってたけど、ああ、もう200何個手に入ってるから、まあこれだけでキブルは十分作れるでしょ。キブルとだよね。あ、そうだね、エクセレントエッセンス10個でいけるわけだから、もう全然作れるわ。で、あとはまあこっちはちょっとまだ難しいかな、上位の方のキブルは。まあまあ、とりあえずこれでエクセレント生物に対する足がかりはできたわけだ。もうすぐにできるじゃん。ちょっとしばらく放置して泳がしとこう、これは。